ホジャを描いた17世紀のミニアチュールなスレッディングホジャは、トルコ民話の登場人物。トルコ人の間で語り継がれる、トンチ話、小話の主人公であり、神話、伝説に現れるトリックスターの一人に挙げられる。ホジャの小話を集めた行上記は、トルコのイソップ童話とも言われ、トルコ文学史上重要な作品の一つに数えられている。しかし、ホジャが実在の人物であるか、 実在したとしても、いつの時代の人物であったかは明確ではない。ナスレッディンホジャの物語が初めて文字化されたのは、15世紀後半だと考えられている。物語のあらすじは、基本的に単調で、最後に落ちがつく形式をとっている。ティムールなどとのやりとりを述べた一部の話を除き、日常生活を題材とする小話が多い。10世紀末に、 アラブ人の間で流行した自破物語など様々な逸話が、ホジャの物語の大元になっており、それらの物語は、形式や内容を変え、あるいはほぼそのまま、ホジャの逸話として語り継がれていると考えられている。その様々な逸話の寄せ集めという性質上、物語に現れるホジャは懸命、愚鈍、狡猾、勇敢、臆病など異なる性格を合わせ持つキャラクターとなっている。 コーカサス、バルカン半島、中央アジアなど、ナスレッディン・ホジャの物語は、アナトリア半島外のオスマン帝国の支配地域、チュルク系民族の居住地域で語り継がれている。トルコ人だけでなく、イランやアフガニスタンの人間、北ヨーロッパのフィン人にも、ホジャの物語は伝わっている。西ヨーロッパには18世紀頃に紹介され、19世紀に入って、ナスレッディン・ホジャに関する研究が、 盛んになった中国では、アボンヒサゲという名前で知られ、基地人物の代名詞にもなっている。アラーブ世界では、ルームのジュハー、トルコのジュハー、イランでは、モンラー・ナスロッティンの名前で知られている。カザフ語では、コジャナスル、ウズベク語では、ナスレティン・アファンディ、ウイグル語では、ナスレディン・エペンディ、アゼルバイジャン語では、モンラー・ナスレティンと呼ばれている。アゼルバイジャンのフィシ,シの、 モーラー・ナスレッティンの使命は、ホジャの名前に由来する。名前の、ナスレッティンは、アラビア語で勝利者を意味する、ナスルーティーン。ホジャはペルシア語の尊称であるハージュに由来する。エフェンリはトルコ語の継承で、モーラーは、イスラームの知識人に対する尊称である。ホジャを実在の人物とする説は、14世紀後半から15世紀前半の、オスマン帝国のバヤジと一世と、 同時代の人物とする説、13世紀のルームセルジューク朝の時代に生存していた説の二つに大別される。ホジャの物語の中には、アンカラの戦いでバヤジと一世を破ったティムールとのやりとりを書いたものが相当あり、ティムール、バヤジと一世の知性にホジャが存命していたことになる。十七世紀にアクシェヒルを訪れたトルコの旅行家エブリアチェレビはホジャが、 村と一世、バヤジと一世の時代の人物であると記述し、19世紀後半にトルコの文学者、メフメト・テブフィクは、自身が編集した、ホジャの物語集の序文で、彼がバヤジと一世の時代の人物であると述べた。テブフィクによるホジャの物語集が1890年に、ドイツ語に訳されたため、一時期ホジャを、バヤジと一世と同時代の人物とする説が、 ヨーロッパでも広く信じられていた。しかし、エブリア・チェレビが紹介した、ホジャのティムールの寝踏みは、詩人、アフメディとティムールのやりとりがホジャを、主人公とする、トンチ話に書き換えられたものだと見なされており、バヤジと一世と、同時代の人間とする説には、批判が加えられている。ホジャの小話の中には13世紀のトルコの詩人、シェイアド・ハムザが登場するものがあり、 ン半本にはホジャが、アラウッディーンという名前のスルターンと出会う物語が述べられている点から、ホジャを13世紀のルームセルジューク朝の人物とする考えが存在する。1918年に、トルコの文学者、政治家のファト・キョプリュリはホジャをルームセルジュークの人物とする学説を展開し、ヒジュラ歴605年にホジャがスイブリヒサール近郊のホルト村で、 イマームのアブドゥラー・エーフェンディの子として生まれ、ヒジュラ歴635年に、イマームの地位を他人に譲ったホジャは、アクシセヒルに移住し、ヒジュラ歴683年に没したと説明した。1940年には、イスマー・イール・ハーミダーニシュメンドによって、13世紀後半にカスタモヌ地方を支配したベイリク国家の序ョバンウォール、広国の王子ナースルティー・マフムードを、 ゴジャの正体としキョ極リルの主張よりもやや後の時代の人物とする説が唱えられた。ダーニシメンドが依拠したパリの国立図書館に収蔵されている資料には、ナースル・ティーン・マフムードが、ルームセルジューク町のマスウード2世に仕え、イルハン朝から派遣されたゲイハトを基地と弁説によって丸め込んだことが記されている。1945年に、 イブラーヒームハック・コンヤルはホジャを14世紀末の人物とする説、キョプリル・ダーニシメンドラの説に批判を加えながらも、やはりルームセル19時代の人間だと結論づける。コンのメブラーナ博物館には、ホジャの娘、ファーティマのものとされる、14世紀前半に没した人物の墓碑が収蔵されている。オスマン皇帝メフメト2世の教師である、フズルベイは、ホジャの子孫とされ、 テブフィクは16世紀末の村と3世の時代のイスタンブールにホジャの子孫が現れた逸話を紹介している。フランスのルネ・バッセは10世紀末にアラブ世界で流行したクーファのジュハを主人公とするトンチ話昭和がアナトリア半島に苦伝にもたらされ物語がトルコ語に翻訳された際にジュハがホジャに転化したと主張した。バッセの説に対して ホジャが生存したとされる時代より、前の獣派の小話に、ホジャの物語の起源と断定できるものはないとする。反論、ホジャの物語は、世界各地で見られる滑稽話、トンチ話に、トルコ的な装飾が加えられたものであるため、ホジャ自体の実在性は大きな問題ではないとする指摘も現れた。また、アラーブ世界の学者からも、獣派物語を、ホジャの物語とする説が出されている。 バイラクタレビッチは、バス製の主張の大部分を肯定し、13世紀末から14世紀のアナトリアに存在していたナスレッディンという名前の、同家のホ者が、多くのトンチ話や昭和を残し、やがてナスレッディンホジは、樹波物語をはじめとする、トンチ話、昭和の代名詞となったと説明した。アクシェヒルの郊外には、ナスレッディンホ者のものとされる病が存在する。アクシェヒルでは、 結婚式の際に、ジ者の病をもう出て、披露宴にジ者を招待しなければ、夫婦の中はうまくいかないと信じられており、病の土は眼病に効果があると言われている。目フメと二世の時代の枠夫の陶器模には、ジ者の病とマドラさが記載されているが、当時は病の後輩が著しかったと考えられている。病の中に立つ母品には、 ヒジュラ歴386年2秒に葬られた人物が没したことが記録されているが、土地の人間はひょうきんな性格のホジャの言うことを鵜呑みにしてはいけないと言い,い、ファト・キョプルリは没年を逆さに読んで、ヒジュラ歴683年を実際のホジャの没年と推定した。ありがとうございます。